はい、前回の続きでございます。もしもピューチンとハーゴンが同じだったらどうなっちゃう？わあ、もう大変なことになってますね。まあ前回何やってたっけな。わあ、緑のやつもできてる。キノコは相変わらずねできないんだよね。キノコ育てないなと思ってやってんですけどね。やっぱこれ光が入っちゃうからダメなのかな。光がこう入っちゃうと、ここにドアつけたらキノコできるかな。でもドアつけちゃうとね、水がね流れなくなっちゃうんだよね。塞いじゃおうか、上だけこんな感じで。通れなくなっちゃうけどさ、通れなくなっちゃうけどね。太陽を遮る。もう一回。じゃあみんなが建設してる間、ちょっと食べ物でもね集めに行こうかね。サンゴがあったら嬉しいんだけどな。サンゴがあったらもう一つ部屋ができるんだけどね。いいね。あのね、ジャンプね、たまにね何かの都合でやってない時はあるんですけどね、今回は飛んでおります。ああ、下手くそだね。なんだ、シロ君、役に立たないな。死骸のカスに触るとね、自分をしびれちゃうんだよ。お前の船をよこせ。とか現れるの待つのもいいんだけど、魚釣りをしながらねカニを待つっていうのもね一つの。あー、消えちゃった。せっかくのカニが消えちゃうな。
ああ、またしびれちゃった。あ、間違えた。間違えた。違えた。そしたら今回はちょっと時間が来ちゃったので、この辺で終わりにしようかなと思います。では皆さん。